どうもエルザです。キラーを使わなくても特徴と対策がわかるブログ&動画、ということでやっていくよ。キラー苦手な人も初心者の方も、これ見てキラーを知ってもらえると嬉しいです。さて、今回紹介するキラー派というと、有名映画のサウとコラボした、ピッグを解説していくよ。ゆっくりしていってね。ピッグ派サウに登場するアマンダ・ヤングのキャラクターを中身として採用。豚の被り物派、ゲームに被験者たちを誘拐するための衣装で、仕込み派も原作そのまま。映画では綺麗な女性ですが、アマンダ役ですがそのギャップが恐怖を煽ります。さて、ここで背景を一部見ていこう。ジグソーの名で知られるジョン・クレイマー派、中国の干支で、豚の年に息子が生まれるよう計画していた。豚派豊穣と再生の象徴で新たなる門で、そして息子の輝かしい人生の始まりと考えていた。だがその計画派、妻が働いている病院に強盗に入った夜に打ち砕かれた。この事件の結果、妻派流産した。ジョン派強盗を捕らえ、最初の被験者とした。そしてその、豚、も、永久に変わったのだ。ピッグ派器となり、被験者をテストへと運ぶ、ジグソーの代理人となった。ピッグ派、ゲームに勝利した者たちの一部にとっては依然として、ジグソーの弟子、果て派後継者として新しい人生へと導いた、再生の象徴だった。アマンダ・ヤングもその一人だった。トラブルに巻き込まれどん底に落とされた彼女の人生は害悪に溢れていた。その時にジグソーのテストに直面し、生還したとこで、すべては変わった。自分の命にも価値はあると確信した。彼女はジグソーの思想の信奉者となり、さらにジョンに依存していった。それを見て取ったジョンは彼女に新たなゲームを仕掛け、彼女がもう一度己を救うチャンスを与えたが、アマンダ派テストに失敗し、その結果この世を去ることに。タイルの床で血の海に沈んだ彼女の視界を闇が包み込み、そこで脇のきしむような音がした。次の瞬間、彼女は森にいて、再び豚の目を通して世界を見ていた。ピッグの基本能力派、移動速度派秒速 4.6 メートル、脅威範囲派32メートルで背派平均、しゃがみ時派移動速度 3.6 メートル、奇襲時派移動速度 6.4 メートル。では、特殊能力に移行。特殊能力派、ジグソーの洗礼、で次元式トラップだ。別名、逆トラバサミ、とも呼ばれている。使い方は簡単で、サバイバーが瀕死状態の時に、サバイバーに罠を仕掛けるというものだ。初期の所持数派4つとなっており、補充ができない、装置の起動派、発電機の修理完了、となっており、起動すると約2分30秒でゲームオーバーとなる。ただし、4つのジグソーの箱の中から当たりを引けば解除が可能となる。ちなみに、ピッグ派しゃがみ移動も備わっているので、背後に回れることが可能。また、しゃがみ時にのみ奇襲を仕掛けることができ、サバイバーを高速移動で追いかけることができる。トラップやしゃがみなどを駆使して、トリッキーな動きができるのが強みだ。画像の通り20個のアドオンが用意されてる。ブログにも画像はあるから全部見たい人はそっちを見てね。特に注意をしたいアドオンがあるのだが、改造タイマー、遺言の2つ。簡単に言うと、改造タイマー、派、制限時間短縮による、修理妨害。遺言、派、トラバサミの増加による、遅延回数アップ。とにかく逆トラバサミをつけられた時に発動するものが多いです。つけられた時に何かしら効果が出るので注意してみておきましょう。また、奇襲系もありますので、やたら奇襲するキラーの場合はそっちのアドオンも気をつけましょう。固有パークについて解説します。処刑人の妙義、監視、選択派君次第だ、の3種類、一つずつ確かめてみよう。処刑人の妙義、派、フック特化型のパークです。特化型といっても、フックに関する情報を手に入れることが可能という感じです。破壊工作の開始派いわば、サバイバーの連携を潰すことにつながります。特にトンネルをしているとこういったサバイバーは来ると思います。さらに、担ぎ中にフックの一定範囲内が見えるようになっていますが、警戒できるという程度になります。監視、派、修理探知型のパークです。というのもこのパークは蹴った後に効果を発揮するパークとなっており、白いオーラで強調された発電機を管理することでサバイバーの居場所の特定や状況を確認することができるパークです。さらに修理音が8メートル広がるので、イヤープレイをしているキラーからすると、いつもより遠くからサバイバーの存在に気づきやすくなるかと思います。選択は君次第だ、は、救助対策パークです。正しくは救助後に特化したパークで、助けに来たサバイバーに対して無防備の効果を付与するパークとなっています。救助された側は、傷を負っているので、なるべく無傷なキャラを狙いたいところ。ただし、32メートル離れないといけないため、壁が多いマップでは間違えることが多いです。序盤は奇襲に気をつけるため、しっかり360度見渡すようにするのがいいです。ピックの場合、先に見つかるとしゃがんでしまいここ根が消せるからです。奇襲も素早いですので、なるべくチェイスはしたくないですし、最初に捕まるとトラバサミをつけられますので、特に序盤は気をつけましょう。逆トラバサミについてはつけられたら、発電機が治らない限りは発動しないので、回復などできます。ですが味方がそれに気づいてない際は回復もロスになりますので、高速回復ができないようであれば、先に解除を狙うのもあります。ちなみに逆トラをつけたサバイバーは放置するという戦術もあるので、チェイスの様子次第では積極的に直すのもありです。ちなみに罠が発動した状態でゲートからは出られないが、発電機が全部直った後は発動する機会がないので、つけられても意味ありません。また、発動していたとしてもハッチからは安全に脱出できるので、最後の一人でもハッチを諦めずに探しましょう。いかがでしたでしょうか？ピックは映画とのコラボということもあり、かなり原作に沿ったものかと思います。能力も何かと妨害が多く、相手の戦略にはまると大変なキラーです。とにかく慌てずに逆トラの対策をしていくようにしましょう。さて、ここまで色々解説してきましたが、キラーの背景を知ってパークを見てみたり、特殊能力を見ると違う面白みがあると思います。一番は使ってみて実感するのがいいですが、キラーを使いたくないという人のために少しでも、キラーのことを知ってもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。